菅の真道は、奈良時代から平安時代初期にかけての苦行。津山守の子。生は、津連の地官の阿孫。官位は、十三味、三儀。九だら系都来氏族で、九だ第十四代の王である騎士王の子孫。公認長末の法規九年章内期に任じられ、菅武とも初頭の遠略に念賀十五一下に除せられる。この菅、右英師匠、大尉。 左平佐といった武漢や大見正明、同大城、摂津助と機内の地方官を歴任した。延暦四年、あて親王の律大使にあたって、内位の十五位下に除せられ、東宮学士に任ぜられる。延暦九年連から阿蘇への改正を上表し、居住地にちなんで官の阿蘇の姓を賜物もの組みされている。漢武天皇の信任が厚く、東宮学士の傍ら、左大弁、左平忠 左 A 首都と文部の養殖を歴任する一方、増偶領として平安経営の戦闘事業にも深く関与した。またこの間、延暦八年十五以上、延暦十年生五位下、延暦十三年十四位下、延暦十六年生四位下と順調に昇進し、延暦二十四年には参議として区行に列した。延暦二十四年には、幹武天皇の前で、藤原おつぐとの間で、 いわゆる特性総論を行い、農民の負担軽減のために、軍事、増差を停止すべきとの大津具の主張に強く反対するが、天皇は大津具の主張を採択し、計画中であった伊蔵生伐と平安宮作り宮の中止及び増宮職の廃止と木工量への統合が決まった。大道元年平城天皇の即位に際して、正四位長に少女される。 翌大道2年観察史制度の設立に伴い、三人道観察し、ついで大道4年13位、東海道観察史に除任、佐賀朝の公認2年3位を知し、公認5年6月29日公挙、去年74、最終官位は、日立守13位。新道は、藤原嗣忠、秋篠康史人と、俗に本気の編纂を行い、 延暦16年に全40巻を完成させた。また、未完成に終わったが、関武天皇の命により、藤原内麻呂と共に、格式の編纂を進めていたとされる。中期のないものは、六国氏による。ありがとうございます。